KM アンコールは日本の競争馬。主な勝ち倉は2010年大阪杯。2004年ウォータムセールに上場され、竹園忠氏計に745万5千円で落札される。2007年4月の京都芝1800メートル未勝利戦でデビューするが13着と大敗。その後、5戦して2着3回、3着1回となり、7戦目の9月17日。 阪神の未勝利戦で初勝利を挙げる。10月に入って10着の後に福島で2勝目を挙げた後は2008年8月に小倉の地区後特別を勝ったのみであった。しかし2009年6月14日の長久手特別を勝利すると続く6月28日のタルミステークスを勝利し5歳の夏にオープン入りを果たす。 しかし、オープン入り初戦の小倉記念は3番人気に、支持されるも16着に敗れた。続く、小倉日経オープン、朝日チャレンジカップは共に4着に終わった。2010年は、小倉大賞典から指導して7着、中山記念2着になった後に、浜中旬が手綱を取り大阪杯に出走。ドリームジャーニーが、圧倒的1番人気に支持される中で6番、人気だった。 レースがスタートすると、道中4番手を進み、直線で抜け出すと、ゴールデンダリアとドリームジャーニーの追い上げを抑えて、重賞初勝利を挙げた。本番の天皇賞では、好意でレースを進めるも、直線で失速し11着に終わった。その後、故障で、長期休養を余儀なくされ、2012年11月の、マイルチャンピオンシップで復帰したが最下位18着、以後は、 大敗を繰り返し、2013年6月1日のナルオ記念で競争中止したのを最後に現役を引退した。引退後は、立東トレーニングセンターで乗馬となる。ありがとうございます。